東明大輝は岐阜県岐阜市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。小学生時代に地元の厚みスポーツ少年団に所属したが、チームは6年間に3回しか勝てなかった。厚み中学校で軟式野球部に所属した後に富田高へ進学。1年の秋からエースになったが、高校時代は地方大会で一度も初戦を突破できなかった。 一般入試で、東輪横浜大学へ進学すると、神奈川大学野球のリーグ戦に一年次の春から当番。後に球速を大きく伸ばすなど急成長を遂げ、同年の秋季リーグ戦では、ベストプレイヤー賞を受賞した。二年次の春には、チームをリーグ戦初優勝と、全日本大学野球選手権大会への進出に、導いたが、 故障のため選手権大会では登板の機会はなかった。3年時の春にはリーグ MVP と最優秀投手賞を獲得し、前年に続いてチームのリーグ優勝と選手権大会出場に貢献。選手権大会では愛知学院大学との1回戦で、浦野博士、慶応義塾大学との2回戦で、福谷幸二と投手戦を展開した。 二回戦では7回一死まで、慶応大学打線を無安打に抑えていたが、終盤に勝利を逃した。四年次の秋には、二度目のリーグ MVP を獲得。東海大学との明治神宮、大会代表決定戦で、菅野智之との投げ合いを制したが、同大会では、初戦敗退を喫した。東院横浜大学への在学中には、リーグ戦52試合に登板。 通算投球イニング371回に3、30勝11敗、234奪三振、防御率1.86を記録し、ベストナインにも4回選ばれた。4年時の秋には、プロ死亡届を提出したが、2011年の NPB ドラフト会議で、どの球団からも指名されず、卒業後に、富士重工業へ入社した。富士重工業では、入社一年目の、 第83回都市対抗野球大会予選で MVP を受賞。チームを北関東第一代表として本大会の出場に導き、本大会でも登板した。NPB ドラフト会議での指名対象期間に再び入った2年目にはジャバ静岡大会でチームの準優勝に貢献し、関東賞を受賞した。 チームは2年連続の都市対抗野球本大会、出場を逃したものの、夏場から高知に復帰した、安倍次男の下で急成長を遂げ、日立製作所の補強選手として、本大会に参加した。2013年の NPB ドラフト会議で、オリックスバファローズから2巡目で指名。契約金8000万円、年俸1200万円という条件で入団した。背番号は26。 オリックスからの指名の直後には、富士重工業の投手として、第39回社会人、野球日本選手権大会に出場。JR 九州との1回戦と、三菱重工広島との準決勝で完封勝ちを収め、チームが0から1というスコアで、赤敗したカズサマジックとの決勝でも9円当番で、無失点に抑えるなど、通算投球イニング20回に、 三で一点も失わなかった。2014年、同期入団の吉田一将、大山明文と共に、春季キャンプから一軍に帯同。オープン戦でも高騰を続け、救援要員として、大戦と共に開幕を一軍で迎えた。オリックスで複数の新人投手が開幕一軍入りを果たしたのは、2004年の歌、藤田津を、野村博之以来10年ぶりであった。 3月28日に北海道日本ハムファイターズとの開幕戦で同点の延長12回裏に7番手投手として公式戦にデビュー。打者2人に1被安打1位を死球で満塁のピンチを招くと小屋の一にサヨナラ安打を許しチームは2年連続開幕戦でサヨナラ負けを喫した。1軍5試合目の登板であった4月17日の対日本ハム戦では 4回表から6回表までの救援によってプロ入り初勝利を挙げた。当日は、またよしかつきと豊田拓也も一軍公式戦でプロ初勝利を記録。NPB の一軍公式戦で3人の新人投手が同じ日に初勝利を挙げた事例は59年ぶりであった。5月下旬から先発要員に転向 阪神甲子園球場での人生初登板になった6月7日の対阪神タイガース戦で先発初勝利を挙げた。一軍公式戦では7月に5敗を喫したが8月に先発登板3試合で3勝を記録。シーズン通算では同期の吉田一将と並んで5勝を挙げた。2015年公式戦の開幕直後から一軍先発陣の一角に定着した。 前半戦は体調不良などの影響で3勝にとどまったが8月中旬から4連勝9月9日の大西部戦ではプロイリアと初の10勝目を悲願だ2のプロ初関東初完風勝利で記録し連勝を5に伸ばしたシーズン通算では10勝8敗防御率3.35という成績を残した2016年 一軍公式戦へのシーズン初登板であった3月30日の対日本ハム戦に先発投手としてシーズン初勝利を挙げた。以降の登板では至急から失点を招くというパターンで勝ち防止を上乗せできず前半戦だけで7敗を騎した。シーズン中には中継用意にへの転向や二軍での調整を経験。8月9日の対福岡ソフトバンクホークス戦では 先発投手、西祐希の故障による緊急交番を受けて休援し、3回を無失点に抑えてプロ初ホールドを記録した。後に、西の戦線離脱で先発要員に復帰したが、前述のパターンを脱するまでに至らず、一軍監督の福良純一からは再三にわたって、負ける投手の典型との苦言を提された。一軍公式戦では前述の一勝を挙げた後に、 10連敗でシーズンを終了。終了後の11月8日に、右ひい関節のクリーニング手術を受けた。2017年、一軍公式戦3試合に登板しただけで、勝敗はつかなかった。シーズン中の8月25日に、右ひいのクリーニング手術を再び受けてからは、実戦に復帰せず、リハビリに専念した。2018年、シーズン中盤まで二軍で調整。 調整中に登板したウエスタンリーグ公式戦では20試合で1勝6敗と白星に見放されていた。一軍公式戦4試合目の登板であった9月12日の対西部戦で一軍公式戦としては2016年の初登板以来2年半ぶりの白星を挙げ、同年4月から続いていた自身の連敗を12で止めた。 シーズン最終当番であった9月28日の対、日本ハム戦では1から2という僅差のスコアで黒星がついたものの、前年の手術後最も多い107球での中回に失点と高騰。シーズン通算の防御率を2.27にとどめた。2019年、3年ぶりに開幕1軍入りを果たすと、3月30日に日本ハムとの開幕カード第2戦に先発。 前年までのチームメイトで自主トレーニングなどでお世話になったという金子一代と公式戦で初めて投げ合ったが両者とも勝敗がつかず引き分けに終わった。4月下旬までは4試合の先発登板で1勝を挙げたものの5月からは2軍で調整。7月上旬に救援要員として1軍へ復帰してからは3試合に登板したのみでシーズンを終えた。2020年は 一軍での登板が2試合にとどまり、11月4日に戦力外通告を受けた。富士重工業時代に最速で時速 153km を計測していたストレートとカーブ、スライダー、チェンジアップ、フォークなどの変化球が持ち味でカーブとスライダーへの評価が特に高い。投球フォームはスリークォーターでテイクバックの際に 右腕が大きく背中の後ろに入ることから、ダジャには球の出所が見えにくくなっている。ありがとうございます。